アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。まずは、前回 K-1 の名古屋大会、あちらの試合の方を、ご自身で振り返っていただいて、いかがでしたでしょうか。そうですね、まあ、11月、まあ、復帰して本当連戦で、まあ、地元で勝たなきゃいけない場面で、まあ、ああいう結果で本当何も出し切れず終わったもどかしさと悔しさはめちゃくちゃあって、まあ、自分自身、まあ、納得いってない感じはあったんですけど、まあ、でも負けは負けだったんで、まあ、結構な倒れ方も結構派手な倒れ方で、まあ、自分自身悔しかったですね。本当に勝ちたかったんで、まあ、あの試合自体はあの続けられたもどかしさっていうのはありましたか。自分の中ではもう全然ありましたね。まだまだやれたのになっていう気持ちはあったですね、自分の中では。その点でいうと、やっぱりその K-1 の舞台っていうのは、改めて自分をもう一度出したいっていう気持ちは、そうですね、またやっぱ違う舞台ですね。まあ、僕ももともと K-1 に憧れて、あの格闘技始めたんで、やっぱまたそういう思い入れというか、やっぱり、K-1 で勝ちたいという、また今回、まあ、本戦に出れるというところで、またしっかりアピールしたいなっていうのは。ありますね。会見の時はあの正直今までは、その全部即答で返していたけど、今回は正直迷ったという発言もあったんですけど、まあ、やるからにはというところで、あのお気持ちはあると思うんですけど、そこは改めてお聞かせに。あの時は本当に、本当に迷ってですけど、まあ、今はもう本当にあの開き直ってじゃないですけども、まあ、やるしかない、決まったからにはもうやるしかないっていう気持ちなんで、まあ、あと本当に思いっきり、まあ、自分を作って、あとはもう本番全力出すだけです。まあ、今回の対戦相手の、はい、印象をまず教えていただけますでしょうか。近藤選手、そうですね、まあ、本当にオールラウンドというか、まあ、何でもできるようなオーソドックスな感じの相手だと僕は思ってて、でもまあ
なんかプレッシャー感というか、まあじりじり攻めてきて、まあパンチも結構強いなとは思ってるんで、うん、まあ全く油断もできませんし、うん、そうですね、特に何かがっていうイメージよりも、まあ何でもできるような選手かなとは思いますね。タイト選手もケン選手も互いに勝利するときものすごい派手な KO 勝利っていうイメージがあるんですけど、うん、その点何か意識されてたりはされますか？まあ特にないですけどね、まあ、でも昔からなんだろうな、まあ勝敗はやるかやられるかかなっていう部分で、まあ、まあ、KO 決着は結構多くなっちゃったっていうのもあるんですけど、なんか判定が自分の中で嫌だっていう、うん、やられるならやるし、やるならまあやられるじゃないですけどやられちゃいかんすけどねまあそれぐらいの気持ちですね。まあ、あとはそのキャリアという部分でいうと、その若いキャリアの選手のを迎え撃つという立場になると思うんですけど、そのあたり その立ち位置に関してはいかがなんでしょうか？そしてもうちょっと年齢聞いてびっくりして、一回り以上違うんで、まあ本当ちょっと前というか数年前は僕は本当にまだ下の方だ、若い方だったなと思ったのがもういつまでかもう30過ぎてるんで、まあ自分的にはまあまあその若い子の壁じゃないですけど、まあそんな成績もあれ良くないですけど、まだまだ若い子には負けたくない、負けないぞっていう気持ちですね本当に。この試合の先にはどんなものを見据えてるんでしょうか？まあ本当に何にも思ってなかった、思ってないというか考えてなかったんで、うん、僕はもう本当まずこの一生ですね、もうその先のことよりもまずこの一生を本当に大事に取っていきたいとは思ってます。まあその一個一個の勝利の、そうですね、もうまずここにもう集中というか、はい、ちなみにその、はい、今回の試合はもちろんその集中するとして、はい、その K-1 の舞台でその成し遂げたいことだったりっていうのは、何かあの目標としてはどのような気持ちをお持ちか？まあそうですね、正直もう僕ももっともっとやっぱタイトルに絡んでいけるようになりたかっていう気持ちもあるんですけど、まあ今この状況なんで、まあ自分もまあもっとね、もっともう一戦前には今回でまあ結構まあ前の方になるとは思うんですけど、まあもっとメインに出れるような、本戦出れるような、うん、もう一回ですね、自分を取り戻したいというか、はい、そういう気持ちですね。では最後に、改めて今回の、試合にかける意気込みというのを教えてください。まあ本当に負けっぱなし、負けが多いんで一勝ですね、本当まず一勝、ここ本当に落とさない、まあなんであいつが出れるんだっていう、まあ、声は絶対いっぱいあると思うんですけど、まあ決まったことが全てなんで、まあ、本当に全力尽くして、もう思い切って近藤選手にぶつけるだけですね。ありがとうございます。